や、ちょっと待てよ最高すぎるんだろ。いやー、御殿橋突入、レッツゴー、国道1号線ナンバーワン。続きましては静岡市の方面に向かっていきます。では行ってみましょう。さあ、ついにね、富士山を今までは横目に見て走っていましたが、今度は富士山を背にして、富士山から離れていく方向に進んでいきます。いやー、寂しいですね、ちょっと。さあ、そして見えました、静岡市あります。ははー、あー、静岡市、富士市から静岡市に入ります。静岡市を抜けるまでがね、かなり長いんで、静岡市はね、静岡県の県庁所在地でもあるので、結構でかい。まあ静岡市が一番長いんじゃないかな。しばらく静岡市を走ります。行ってみましょう。さあ、ここからいよいよ去った峠の道に入るよ早速登り坂だ。いや、さあ、ここ去った峠はね、国道1号線を自転車で走る上で、とっても、いや、初見ではね、厄介な場所になっています。いや、マジで分かんないよ、初見だと僕も苦しみましたからね。そして路線バスでも、去った峠はね、もう屈指の難関ポイントとなっています。路線バスで日本縦断でここ通りましたからね。国道1号線はね、この由比のエリアではバイパスになってるわけで、自転車は通れないということなんで、仕方なくこっちを通ってるといった感じです。なんか昔ながらの街並みみたいな感じなんですよね、風景が。いやー、こういうところがあるんですよ、すごい。そして、進行方向左手にはね、太平洋駿河湾が一望できます。じゃあ後でお見せしましょう。さあ、というわけでこちら、いやー、太平洋が望めますいや、どっちかっていうと駿河湾ですね、これは。はい、あっち側方面が、三島沼津、そっからぐいーっと沿線沿いを走ってきました。なので、あそこに奥に見える山々は伊豆半島ですね。いやー、すごい伊豆半島も標高高いですからね、あの山の上に雲が見えると思います。いやー、やっぱ標高が高いと天気も違いますね。一方、あちら側、愛宕山ですかね、の方の上にもうっすらとね、雲が見えるといった感じになっております。いやー、そしてカメラじゃわかんないと思うんですけど、あー、微妙にわかる、月がね、見えます嘘やん、早っ。時刻は3時35分。いや、もうその時間なんですね。結構日も沈まってきています。多分、御前崎に着く頃には真っ暗でしょう。それでもね、走っていきたいと思います。では、駿河湾を望みながら行ってみたいと思います。では。さあ、分岐点に参りました。いや、右側がすげえ、えげえな。右側が去った峠の入り口。そして左側が、国道1号線のバイパスへとつながっています。こちらを見てみると、去った峠 1.3 キロと書かれてますね。というわけで左側バイパスの方に行ってみましょう。最初ここ分かんなかったんですよね、こんなとこに道あんのみたいな感じ。はい、もしね、やったことないよって方がいればね、この道を覚えてください。さあ、そして左側、JR 東海の東海道本線が走っております。はい、この踏切を渡ります。いや、東海道本線、そして信号を渡ります。で、基本的に自転車は車道を走るんですが、ここ由比エリアに関しては歩道を走りましょうはい、ここね、車道を走っちゃうとマジでえらいことになりますトラックに抜かされて車にも抜かされます、えらいことになります。なので、この歩道を絶対通りましょう
皆さん気をつけましょうね、ここは。そしてここをずっと歩道を渡ってきます。そうすると奥津まで到着します。はい、というわけで静岡県の奥津まで来ました。ちょっとね、休憩入れます。では、さあ、というわけで現在は清水区の太平洋側ですね、太平洋側に来ております。ということはですよ国道1号線から離れてるんですけども、海沿いをね走っていきます。静岡県の久能山の、南側。そして今日はめっちゃ風が強い。なんでこんな風が強いの、おかしいだろっていう感じで、海をね左手に見ながら、西の方へ進んでいきます。やーべ風、しかもめかみ風やないかい。もういやちょっとね遅かったんでもう日は沈んじゃったんですけども、いやすげえ景色だなここはい、じゃあね走っていきます。あ、自転車でもあるみたいですね。でもこっち来ちゃった。まあいいや。いやずっとこの道進んでますけどマジで向かい風のすごすぎるこれ逆方向に走ったらめちゃくちゃ速いのに、残念ながら僕の行く先は向かい風方面っていうね、最悪。もう夕焼けがすごい、遠くで見えるあっちの夕焼けがもう真っ赤になってる。もうこれから真っ暗になる一方ですよ。真っ暗や、やばいよ。頑張ります、レッツゴー。はい、というわけで、真っ暗です時刻は17時58分、ほぼ夜の6時となっています。もう現在11月ですので、まあ夜の6時でこんな真っ暗になっちゃうんですね。これからが心配だ。で、現在、橋の上にいるんですけども、こちら川が流れておりまして、阿武川が流れております。正面真っ暗なんですが、ちょっとねあっちの方見えますかね、あれが焼津方面です。で、向きまして右側、こちらが静岡駅周辺となっております。やっぱこっち側が明るい印象ありますね。さすが静岡市街といった感じですね。で、こっから焼津駅までなんですけども、ここ静岡から焼津までは山間部になっていて、まあ山を越えなきゃいけないことがあるんですね。で、セオリーで言うと1号線を通るルートが通常なんですけども、私はね海沿いをね、ちょっと、まあ、僕の挑戦心というか、まあ、ちょっと初めてなんで行ってみたいということもあんで、まあ、真夜中なんですけども、海沿いの道を走ってみたいと思います。いや、こんな真っ暗なんでね、大丈夫なのかなって感じなんですけど、まあ、崖に落ちなければいいかな、みたいな。そして、御前崎灯台まで、残り50キロとなりました。あと3時間くらいかな、着くと思います。まあ、焼津市街まで行ったら、もうかなり近いんじゃないかなっていう印象ですね。では、焼津方面まで行ってみたいと思います。さあ、というわけで JR 東海の用宗駅に来ました。はい、これからね、山の方を登っていきたいと思います。ちょっとね駅があったんで寄ってしまいましたというわけで以上用宗駅でした。これから本番です。
やべ、真っ暗真っ暗、あ、ギアが真っ暗だし若干登ってる。やばいやばい、あの空の月がめちゃくちゃ明るいあー、いやーすげー、こんなとこあんのかよ。あー、すげー道だ。ここをずっと行けば焼津に繋がるんですけど、この真っ暗な道進んでいきます。行ってみましょう。どこまで続くんだよー、ぼっちだよ俺、ぼっちよ。さあ焼津市入った。焼津市だ。ということは市の境なんで、多分ここからは下りかな。ああ登りきった、あとは下りだけだろう。焼津市街までもう少し、じゃあ行ってみよう。よいしょ。はい、というわけで、サンライズ違う、サンライフ焼津というね、焼津天然温泉の方に来ました。こちらがね、この温泉の施設なんですけども、どうやらね、入館料が510円で入れるということでね、クソ安温泉じゃんっていうことでね、来ちゃいました。今日ね、一日中漕いでるんで、さすがにね、ちょっと顔も、汗の塩気でベタベタしてるんで、ちょっとここで汗を流したいと思います。で、営業が9時までなんで、で、まあ9時いっぱいまで休憩しようかなと思います。はい。どうせね、今行ったって、夜でやることは変わりないんで、お前先もどうせ夜だと思うんで、閉館時間までいて、で、そこからまた再出発したいと思います。ではね、温泉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 。